照明に火が灯りましたナイトゲームが行われます。横浜スタジアムからお伝えしてまいります。横浜 DeNA ベイスターズ対阪神タイガースの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、小宮山さんは現役時代数多くのバッターと対戦されたわけですが、苦手なバッターのタイプというのはあったんですか？いや、基本的にバットを持ってフルスイングする人みんな嫌いでした。そうですか、やはり。さあ、そして打席には佐野が入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、1点でも多く得点しておくべきですから、今度はしっかりつないで追加点を奪いたいですね。なるほど、そうですね。ここは最低でも犠牲フライという場面ですね。いい当たり、これは大きいぞ。入りました、ホームラン。佐野、スリーランホームラン。素晴らしい一振りでした。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました、 DeNA ベイスターズ5対1。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。 DeNA ベイスターズが見事勝利を収めました。西さん、非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたんじゃないでしょうかね。そうですね、展開としては、ね、理想的でしたからね、チームとしてもいい勝利だったですね。そのいい流れ、明日も期待しましょう。勝った DeNA ベイスターズ、大きな今日は勝利になりました。一方のタイガースですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで横浜スタジアムから失礼いたします。本日は最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございました。お帰りの際にはどちら様も落とし物、お忘れ物などございませんよう、お足元には十分お気をつけてお帰りくださいませ。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。